牧野正弘監督が東海道を旅する金さんと女盗賊の珍道中を描いた時代劇。江戸では怪盗紅燕が騒ぎを起こしていました。気ままな旅に出た金四郎が茶店で出会った女性が紅燕だったんです。金四郎を片岡千恵蔵が、紅燕のお凛を宮城千佳子が演じています。遠山金四郎シリーズは片岡千恵蔵のお箱と言われています。それではどうぞご覧ください。もうやめてくれない？すいませんね。気をつけて帰ってくださいね。お金さん。おなんで？私やばくなってきたから明日髪型へ飛んじゃうかと思うの。絶対ありがてや。江戸の釣りが一人減るだけ助から。うん、あんなこと言ってねえ、一緒に行かない？今髪型は景気がいいんだってさ。おめえが行きゃ景気一遍に落ちるよ。なーにくらい。あいだあいだあいだ、どうぞどうぞ。
豆、食うんだ。ベニツバメ一匹を取り巻いてよっぴてピーピーやってやる。やかましてしょうに。あんなことおっしゃってご自分の方がよっぽどやかましいじゃありませんか。ん？あ、それもそうだな。くそこのひさしの下にへばりついてるやつ降りてこい。だいたい俺の踊りをトロで見物しようというのもグルーと。いやですよ、君があり、誰もいないじゃありませんか。よし、降りてこねえな。降りろ。よい、遠慮がないならないで、拝見させていただきたいとなぜ言うのだ。そっちの出ようによっては、いや、ずいぶん惜しい踊りだが、格別な計らいで見せてやらんこともない。それなんで、コウモリみたいにぶら下がりやがって。あの、刀。ん？こら、なんとか言え。まだ言わんな。うんとかすっとか言え。さん、あれ、この野郎なめやがったな。よし、黙ってるとぶっ飛びるぞ。これはいい構えだ。なかなかやるな。しかしお前の防ぎ一方で相手を倒す構えじゃないぞ。やったら逃げることもいるかねえけ。目つぶしを持ってるな。それを投げるときに隙ができ、そこを俺が切る。おい、ベニツマメ、どうする。ん、そろそろ意気込んできたな。やけくそで合い口を抜くか。おい、抜くか。お察しの通り、私はベニツバメです。ん？あ、ベニツバメ！バカ！静かにしろ！悔しいけど、腕の違いは仕方ありませんね。命をかけた信があって危ない橋を渡ってきたんだけど、運がなかったんだ。さあ。誰を縛ると言った。え、俺は役人じゃねえよ。それじゃありがとうございます。よしよし、お互いに顔は知らない方がいいだろう。それよりおめえ、この囲みをどうして抜ける。今夜はだいぶ厳しいぞ。目倉仙人ですよ。ん、
に。貴様たちは何だ。その座敷に断りなしに入って無理だろ。見りゃわかるでしょ。まさか十手取り縄を持って押し込み強盗を働くようなものは言いやしませんよ。と誰に決めた。な、何を。おう、俺は国長の滝蔵だ。人はあんまりおやらかすと、お侍だからって容赦しませんで。バカそう。役目を母さんに聞いた風なことを抜かしやがると、俺も処死だぞ。あ、青井の御門だ。くれぞ、お見せをいたしまして、ご勘弁のほどお願い申し上げます。なるほど、目くら仙人か。ひげえね。ご神祖様、いつお帰りになりました。お腹、あのね、私はまた急に用事ができて上方へ行かなきゃならないのよ。明日の朝は早く立ちますから、お留守を頼みますよ。ずいぶん急なお話でございますね。ご神祖様、なるべく早くお帰りになってくださいましね。この頃は物騒で、今日も紅つばめが人を殺めたそうでございますよ。だってお前、紅ツバメは人を殺したりなんかしないはずですよ。いいえ、ご神祖様、以前はそうでございましたけど、近頃はそりゃむごいことをするんでございますよ。私はもう怖くて夜も眠れないんです。本当にね。あのね、ご神祖様、この辺も油断はなりませんよ。え、脅かしちゃ嫌だね。だって酔いの口から町方のお役人が固めてるんですもの。この次は城内に何か起こるかもしれませんよ。もう怖い。ほら、開けろ。ええと、切るぞ。一郎様のお帰りだ。もし、若様、ちょっとお静かに。ご近所の手前もございます。ご近所？ご近所はなんだ。そんな小るさいもな品川の海でも掘り返しばい。またしてもそのような無茶を。殿にもきつうご心配でございまするぞ。親父がなんだ。うん？だいたい俺に一言の断りなしに親父になっちまったんだ。若様、若様。金四郎は心からの放蕩ではございません。私がまましい仲ゆえ、金之助に家督を継がせてやろうと拝着を望んで、あのように心にもない道楽三昧。たとえ兄上がいかようになされましょうとも、私は跡目相続の儀はまっぴらでございます。分かっておる。金四郎の心でもそちたちの気持ちも嬉しく思う。いやおなしに跡目相続の手続きを済ましてしまえば、離婚者の金四郎のことでございます。その日から放蕩はやめるに相違ございません。明日にでも手続きをいたしますよ。私一生のお願いでございます。金之助よりお願いいたします。ああ、うるさいうるさい。こんなのくだつなら聞いてやるが、あの堅苦しい意見など聞きとうない。横着物めが。若様、これは何事でございます。将軍より入れの刀など乱れに持ち出して、万一のことがございましたら何となされます。へえ、ご大佐に言うねえ。なくしたら将軍家そう言ってもう一本もらってこい。あいつは800万石だ。体の一本ぐらいきちくせえこと言うめえ。冗談もほどほどになされます。そんなことがあれば殿はご切腹、お家はかばらかばら、あなたにはとてもお預けできません。お、殿。しばらく遠慮いたせ。
金四郎。そちがいかに芝居を打とうとも、それに騙されるような足ではないぞ、若者。明日、跡目相続の手続きをいたすによって、さよう心得ろ。金四郎、おめでとう。うん、跡目相続。いや、これは誠に結構なお話。親類縁者も、さらめし満足でございましょう。富山の家もこれで、バンバンだよ。ああ、父上にも、母上にも、改めてお礼申し上げなければなりませんが、ああ、拙者、いそそか、いそそか、命定つかますから。金四郎さん。お先。地図の前ですよ。金四郎。うるさい。たわけ者、たとえ法と無礼はいたしても、身を慎めば人の噂は七十五日。なれど、汚した体は一生の上だ。僕もね。シミがつきましょうと、金四郎心まで汚れてはおります。お願いでございます。跡目相続お願いでございます。金四郎、そなたの志おろそかには思いません。でも母の気持ちもなぜ分かってはくれないのです。おだめに思います。茶番の天気は空任せ、親の意見は子に任せ、出馬出馬にゃ夢が待つ、俺の天下は傘のうち、月でまとった旅がっぱ、まんま酔いらを旅がらす、旅から旅へ気ままもの。申し上げます。何事じゃ。入れ。若様のお部屋にかようなものが。金四郎が家出を。帰ってきた。それは親分、誰も出入りしねえんで。何？え、それこそ猫の子一匹。そんなことね。はい、ただいま。おい、どうしたってんだ親分は。知らんけ。分かってるのはこの女主人がブラボーな別品だってことだけよ。やい、俺はベルトまで追っかけて足りてえぞ。恋の初花虫一つ。
ずらりひょうたん風任せ、スタオマスラの旅ならば、俺の住みかはお天井、サイドガラスは粋なもの、まんまよおいらも旅からず、旅から旅へ気ままもの。よし。あ、大事なものを忘れてや。俺たちは箱根名物雲助だ。カモだ。一人だ。女だ。頑張れ。獲物だよ。待ちな待ちな倉庫の姉さん、関所破りがどんな罪か知っているだろうね。恐れながらと訴えりゃ褒美はたんまりいただけるなお。えおい兄弟。裸ばかりの男だが、豪雪流行りの夕釣りじゃねえよ。じゃあどうすりゃいいの？お前の体が欲しいのだ。嫌だ何度と言わせぬぞ。やっつけろ。ガッテンだ。やちょっと行こう。え、俺はこんな大層なもん頼んだ覚えはねえで。いいえ、あの奥のお客様からでございますわ。あの奥のお客様？ええ、とっても綺麗な顔。なんだなおい。おい、人違いだでそれ。ああ、どうどうばっかり。おい、おお姉さん、本当だよ。おい、俺はな、俺は本当に知らねえんだよ。金ちゃん。え？嬉しいね。やっぱり金さんは私を追いかけてきてくれたのね。え？違うよ。いいのよ、言い訳なんか。でもさ、お年寄りあんたの方が睨まれてたんだから、誘った時に一緒に来てくれればいいのに。意地悪。俺が睨まれてた？よしてよ、水臭い。分からねえな。
とぼけて。じゃあ行ってあげましょうか。はい、行ってみる。よし。で、みつばね。え、どこにいるんだ。ここに。うーっと、驚いた。ちゃんと知ってるでしょ。どうせお互いにすねに傷のあるもの同士ねえ、うん、仲良くしましょうよね。おっと待った、それは後のお楽しみな。おめえどんちゃんさんやれちゃ気分が出ねえじゃねえか。お、おめえの部屋行こう。本当？うん、本当だ。じゃあそうしましょう。おめえ先行っててくれ。え、じゃあ私の部屋はね、廊下を突き当たって右へ曲がって一番奥よ。うん、間違えちゃ嫌よ。大丈夫だよ、やるやつ探したっておめえいずれる趣味よ。うん、うれしいわ。夜のお花なら紫の色川じゃあ一杯くれ。さあ、勝部さん、あと3つよ。食べられる？しっかり早く食べなさい。うん、早く早く。ほら、100枚よ。まあ、さあ、さあ。100枚もらえね。食べた？じゃあ2つ目。受けまっか。早く食べんの。うん、ダメよ。じゃあ、私食べさせたから。早く食べなさい。じゃあ、私入れたから。早くさ。はい、入れてくださいよ。パパ、早く。100枚よ。100枚だかった。無理なんだよ、無理。大丈夫よ、無理なんかしない。早く、リサはね。ぐっとぐっとね。飲み込まんと始めるで、飲み込まんと。出たらどうにかな。ごまかして始めるで、ごまかしたら。早く中入れちゃう。これ負けたかな、これ。さあさあ、ぐっと飲めながらや、飲み込んだらや。入れちゃう。どうした？負けたくさいな、これ。早くさ、100万円。しっかりしなさい。ほら、しっかりしなさい。あ、ダメよ、出して。中早く入れて。入れて。無理しなんだよ、無理。なんじゃなさい。やらしまっか。で、なんじゃなさい。え、100万よ、100万よ。ごまかしたら始めんで、ごまかしたら。ごまかしたら始めんで。もし、あっと、ごまかしたら始めんで。ごまかしたら。ダメなの？あ、入った。入った。入った。あ、来た。うん。ごめん。やっとだ。え、どうで？払います。さあさあ、もらおうじゃねえか。お前は勝つんだ。え、渡りましたね、100万。あった。さよなら。お、ちょ、待って。なんだ？どうで？今度はおめえがそのまんじゅう食ってみねえか。え？30? 30? おもしな、おめえはそのまんじゅう30食ったらな、俺はおめえそのまんじゅう代とさ、掛け金を300万。おめえよ、そんな担いだ。どうね、よしなさい、そんなこと。30はな、くれ、やめた。ちっ、だましだね。あ、いきめ、おい、ほんなら、いきめいけ。乗りかかったくな。え、いきめよ。おめえやるのか。あ、くれんの。やるの。え、いきませ。おもしろ、いきやってくれ。違う、おめえ。どうやった、どうやった。まんじゅう、まんじゅう。おばん、30やで。え、
まんじゅう食いね腹いっぱい七つ八つは城の口だむしゃむしゃもりもりさてパクパクとまんじゅう食いね腹いっぱい棟二十五は上り坂これからどこい峠道甘いが辛い辛いまんじゅうの山だどっさり食べたそこだそこだその息まんじゅう汁場は底抜けだ浮いて浮かれて食ってみなみんな食ってみな気になりましたよ。え、俺は一人旅だぜ。あのお連れ様お付きになりました。え、お連れ姉さん人違いじゃありません。まあおかみ様とそんなことおっしゃってお二人で口を合わせて私をからかおうてですね田舎者だと思ってバカにしないでくださいよ。おお姉さん姉さん何ですよ。ごめんなさい。本当に違うんだよ姉さん。嘘おっしゃい。おう姉さん、この人とはね、俺は口も聞いたこともね、いわば初対面同様なんだよ。何を言ってるんですよ。本当だったらさ、田舎者の女中だから字が読めないと思ってんでしょ。こんなにバカにしないでね。そんなに言うんなら、はい。こちらは神田三河町六兵衛長屋勝雲兵衛。こちらは神田三河町六兵衛長屋お初。ねえちょいとこれでも口を聞いたことない初対面同士だなんて大しかめくらじゃあるまいし誰が本当にします。いやいえね何ねそんなこと言ってもねちゃんと心得てるんですよ。商売柄癌は確かですからね。美しい方同士言うに言われぬわけやってぐらいのこと隠すからいけないんですよ。生地隠すから実はこれこれしかりかとね、ちゃんと打ち明けて相談してごらんなさいましよ。私はこう見えてもねつい最近までこの地区で一とおキャンで名を打った芸者のお嬢ずいぶんお力になろうじゃありませんかね。ごゆっくりごゆっくり姉さんとんだ手違いでしたね。あなるほどあの茶店でまんじゅう食ってた時にねあんたが小細工したんでしょ。小細工わざと二人の傘を取っかえといて私の後をつけてきたんでしょ。あれおいおめえよっぽど伸ばしちゃんできてやんな。え何さ女一人の部屋へ座り込んで人のことをのぼせしょうもないもんだわよくよくお前さんは血の巡りがいいと見えるわね。ありがとうどういたしまして何言ってやんでクソ面白くねえ誰がこんな部屋にいてやるもんかい。あ、お邪魔しましたね。いいえお、姉さん姉さん。へい頼むから俺の部屋別にしてくれよ。まだそんなことを言うね。おい、真面目に聞いてくれよ。俺たちはね、あ、ダメダメお部屋みんな塞がってんですよ。おい困ったな、これだ。お、
逆戻り？何さ、しゃっちょこばった顔して。いやいや、私を口説くつもりね。そんな声で私が驚くとでも思ってんの？そんな遅刻するの私が出てくわよ。おい、さ、何さ、何すんだよ。なんだい。ああ、悔しい。すまん。なんだ、今度おめえ逆戻るか。おっと、ダメダメ、俺が口説いたってダメだよ。私あんたに惚れてなんていやしないわよ。何言ってやんで。ね、ちょいと訳があって、私ここ出られないんだから、あんた買って部屋出てって。嫌だよ、俺も訳あってこの部屋出られないんだよ。まあ、何を言ってんのさ、ここは私の部屋じゃないか、あんた代わって出てってよ。どういたしまして、一旦俺に譲って外へ出て行ったからには、ここは俺の部屋でいい。まあ、ずずしい。おめえこそ虫が安いぐらい。ね、ちょい頼までいいから、ここ出てってくれない。私はご飯時うちにこの家を出ていくつもりですからね。あれ、ご飯時うちには、俺もここ出ていくつもりなんだぜ。おい、まあ、切れた。あんたって人はどこまで低く私をつけますね。おい、あんまりかわいそうなこと言ってくれんだい。俺はな、そんなに同じ電の国から来たんじゃ。この女の話なよ。本当におかしいよ、あの二人は。江の子だってね。神田の生まれよ。どうりでいいなてな男っぷりね。あの勝兵衛さん惚れ惚れするわ。あのお初さんっていうのがまた惚れ惚れさせるじゃないか。粋で、その上上品でさ。本当に似合いのいい夫婦だね。違うよ、夫婦じゃないよ。駆け落ちもんだよ、あの二人は。あら、あらあら。あらそうかしら。私もあんな殿方と一度は駆け落ちしてみたい。だけど本当にいい男。バカだね。私の目に狂いはないよ。身に覚えのあることだからね。あら、お嬢さんも駆け落ちしたことあって。当たり前じゃないか。私はこう見えてもね、この時一番の名医だったんだよ。あら、本当？ところがね、芸者は私一人なんだよ。一人じゃ随分よく売れたでしょうね。ところがちっとも売れないんだよ。だからね、尺に去ったから駆け落ちしてやったんだよ。だんだん心細くなってくるのね。だけどあの時はよかったな。泊まり泊まりの宿で、私たちは毎晩降るような星空の下で手を取り合って、美しい美しい歌を歌ったものよ。思い出す。春の一夜に咲く花ならば、女の心も紅とたん、you
月口づけ触れよ。遅き夜時さは揺ら、星はまたたず、情熱そっけなくすると俺だってカニ袋の大きさで分かってるだろうな。ええー、よく分かってますわ。だから私は逃げ出そうと。おい、おお、おつま、おい待て、おい、おつま、おい出てってよ。おめえ出てけ。お、閉めた。姉さん、先行くで。おめえどうしたの？治療の差し込みで。くせえ芝居しやがって。そんなにまでして俺を引きつけていっていいのか？誰が、誰があんた。まだやってやら。出て行ってよ。変な変だ。おい。本当にいてるのか、おい。よし。どうだ？これでどうだ？え？ありがとう、カツンベエさん。どうだ、カツさん。うめえもんだろ。
に見渡して名前はお初、それの男はかすんべ、そうでしたね。へえ、それがハーツの旗子でやっと分かり合えたんだよ。やるに三河屋藤兵衛、確かにお仕置きました。おう、お前たちな、早速手分けして宿の出入り口や桜を厳重に警戒しろ。どうぞ。じゃあごめんなさい。お前ちゃんゆっくり芝居でも見ても、きっぽでも待ってくるね。どうあいつだね。おう、ご案内申し上げな。はい、いらっしゃい。ああ、面白そうだな。ちょいと覗いていこうか。何よ、こんな女ばかりの田舎芝居。私は嫌よ。あれ、何怒ってんだよ。おはつさん、おい、おい、かつんべさんにおはつさんじゃないか。えいつら、何しゃんでこの野郎。えいつらね、こんなもの知らねえ。職あるんだ、指名しろ。おっ、この野郎。さあ、早く逃げる。やべえ。さっきの話はどうなんだよ、師匠。今夜こそこの忍びを起こしてくるんだろうな。暇さえありましたらね。おい、冗談じゃねえ。それでめ満ち伸ばされて、今日はとうとう打ち上げだぜ、師匠。おめえ少しは三河を甘く見すぎてやしねえか。おていこうか。この女ばっかりの田舎芝居、私は嫌。何をそんなに怒ってるんだよ、おはつさん。おお、かつめさんにおはつさんじゃねえか。ベリツマン、何しちゃってるんだよ。バカ野郎、ベリツマメ、何も知らねえ。しょこちゃんと終わってるんだ。すぐに死ぬ。おい、やっこにゃ。おい、早く逃げろ。やろう、お前、やろう。大しく捕まるはずはねえんだ。ねえ、もういいんですよ。と言っちゃなんだけど、今日で打ち上げですから後へも響きませんし。プリンさん、お姉ちゃんはあのおかげで月金のお座敷助かったようなもんじゃねえか。まったくもって災いは頭える縄のことしさ。ねえ姉ちゃん。
まあ、日々はお黙り。ねえ、お二人さん、もしよろしかったらこの一座に当分おかくまい申してもようござんすよ。ああ、そう願いまするわ。どう、終わった。お願いいたします。承知しました。じゃあ、ゴロちゃん、ちょっと頭取を呼んできておくれ。はい。あ、シュウ、ゲリゲリがやってきやがった。まあ、じゃあ。はい、どうぞ。今日は舞台がめちゃくちゃにしてすまなかったな。その代わりこっちもせっかく頼まれたことなの、まんまと偽物が捕まされても面目丸つぶれだよ。ああいう子だと思ってくれ。その縁起直しを兼ねて今夜俺の家でこの大入り祝いをやるんだ。それについてはおめえはじめ小糸と忍ぶ3人に来てもらいてんだが、もちろん稲は悪めえな。はあ、でも私たち出立は明日に控えまして、いろいろ忙しいございますので。いや、忙しいのはよくわかるよ。だから今度の興行の売金、酒堀の席上で手渡そうと思ってるんだがな。ええっしょ。それでもめくるの嫌だっていうのか。おかしいもと、それは少し無理だっていうのか。え、お師匠さん、お願いです。私を親分さんの家やらしておくなさいまし。お師匠さん、私もお願いします。いけません。よし、話は決まった。何をするんです親分。私はお金をもらいに来たんですよ。ああ、やばなこと言うんじゃねえ。さあ、一緒に来るんだ。嫌です。誰がそんなこと。ちょいと、何をおじゃおじゃしてんのよ。人のこと余計なこと口出しするねんてに、てめえの旦那のことでも心配してろよ。どんなって滝蔵のこと。嫌ですよ親分。あんなデクの坊、いまだに町中うろちょろ探しまってるんだろ。見当違いの紅ツバメをさ。この俺にまで飛ばしてるか。違う違う、見当違いっていうのはね、あのデクの坊め、紅ツバメ女だって言うでしょ。それが大間違い。嘘つきやがるってんだ。紅ツバメは男です。男も男、もう大変な色男なのよ。よし、あったあったあった。うちに来るんだよ、来るんだよ。親分さん、お金がござんせんならこれで失礼します。金、うん、お金のあるよ。ありがとうござんす。では、ごめんくださいまし。待て、おう、やるども、こいつら置き出しぶち込んで誰か見やってるい。何だ、逃げろ、逃げろ、逃げろよ。Thank you.
死にかかったとき、実は私、この体を売って薬代を稼ごうとしました。まあ、姉さんが。そのとき、通りかかって助けてくださったのがあの方でした。紅つばめさんって、確かに女の方でした。でも、男より強い言葉で意見してくれました。励ましてくださった。そのいただいた三十両。小人ちゃん、あんたにとってもあの方は命の恩人ですよ。一度あの方に会ってお礼が申し上げたい。それが私の一生かけての願いでした。やっとその願いが叶ったけど、私はその人に切られて死にます。恨みには思いません。いいえ、思うです。でも、あんな立派なお方は、
今日は出会い頭に行きなよ。なぜでしょう。どういうわけで。勝部さん、おはっちゃん、あなた方は江戸の方、もし紅燕さんに会うようなことがあったら、私のこの気持ちを言っておりますとも、私はきっと責めつけてやる。それは紅燕どやらにも何かの訳はあるでしょう。思わぬ手違いや人違い、いいえ、今日のは偽物だったと言うかもしれません。でも私は許さない。同じ泥棒風情が一発の顔をして人様を助けようなど、それが間違い、身の程知らずの軽はずみだ。だからとうとうこんなことになった。恥ずかしいとは思わないか、ベニツ。私はきっとそう言ってやりますよ。いや、はった、俺ならこう言ってやるつもりだね。あれから忍さんは浮世の冷てえ風に揉まれて一方ならねえ苦労をした。その苦労が増せば増すほど紅燕に助けられた恩を思い出して、立派に女の道を守り通した。おめえの一度の前婚が忍さんの一生の灯火だ。その灯火をつけてくれた人がもし泥棒でなかったら、その金が盗んだ金でなかったらと、この曇りは必ずあったと思う。この美しい気持ちに対して紅燕、お前はすぐ泥棒をやめろ、自訴して出ろと。俺ならこう言ってやるつもりだね。勝部さん、よく言ってくださいました。それから忍さん、俺はひょっくり今日ベネツメの取り物を見たんだがね、あれはおめえの助けてもらったベネツメじゃねえよ。何ですって。今日のは確か男だった。まあ、よかった。ですから、忍さんに知らせてみると、この二人を大阪のおじさんに預かってもらうのが一番幸せだと思うんです。本来なら村私が送っていくんですけど、これから北陸へ回らなきゃなりませんし、お二人とこうしてお知り合いになったのを幸いにお願いするんですけど。ええ、よろしゅうございますとも。私ももともと大阪まで行くつもりですから。お、ゴロちゃん、勝兵衛ちゃんと一緒に行こうな。うん。え？これで私もやっと重荷を下ろしました。じゃあこれでお別れいたします。どうぞご無事で。皆さん、お達者で。本当にお名残惜しゅうございますね。オスの命をされがしろ、いかがだったでしょうか。ミュージカルみたいでしたね。うんうん、高田幸吉さんは通りすがりの役なのにキラキラしていてスターの感じが出ていたわ。そうだね。他に何か感じたことはある？飯田彫子さんの女中役が似合っていてなんか良かった。確かに。次回は女賊と半眼後編をお送りします。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。